Guten Abend aus Zypern、小石のつぶやき、ホンプンク。今回はドイツ語学習についての放送です。ここのところシリーズ化しておりますが、Good Certificate Bets Why という試験合格まで頑張るぞということで、今回も試験対策の内容を放送いたします。学習の前にいつものパワーチャージですね。この後ろに映っている空き缶はこの1日で飲んだわけじゃないですよ。ゴミ捨てなきゃなと思ってたんですけど、ちょっと溜めてしまいましたまあそれにしても、あ、こんなに飲んだんだっていう、ちょっと自分でも驚いております。今画面でご覧いただいているのは Goethe Institute の公式ウェブサイトの画面です。試験の4科目、Lesen、Hören、Schreiben、Sprechen、それぞれ例題が用意されています。今回はそのうち、Lesen、読解問題について紹介いたします。この Lesen という科目は、もうすでに合格したとか、今回は自信がないので受けませんとか、まあ、そういった事情があって受験しない方、を除いては試験の第一科目なんですよね。一番最初に始める科目がこのレーゼンなんですよね。で、朝一に行われますし、所要時間も65分って結構長いんですよね。割と頭を使いまして大変です。で、この試験がうまくいけば、これ以降の科目はおそらくテンションで乗り切れると思うんですけども、逆にこの試験でつまずいてしまうと、ああ、かんかったみたいな感じで、バタバタっと行きやすいので、注意が必要な科目かなと思っております。この試験は、Teil 1から Teil 5までの5部の構成となっております。Teil 1から Teil 5まで、割と多くの方は、順番通りにやっていくかと思うんですが、僕は個人的に、タイルフィアとかタイルフィンフっていうのが、すごい問題文も短いですし、なんか割と簡単なんじゃないかなって思っているんですよね。なので、試験問題を開いたら、前からやっていくのももちろんいいんですけれども、一度後ろの方の問題を見てみることも推奨したいですね。もしかしたら、あ、こっちの方が簡単やわっていうふうに思う問題があるかもしれません。レーゼンの試験は、まあ、得意な方、不得意な方いらっしゃるかと思いますが、僕はどちらかというと得意な部類になるかと思われます。というのが、以前の動画でも申し上げましたが、今から6年前ぐらいに僕、グルサーティフィカートベッツファイの試験、記念受験してるんですよ。その時に、唯一、レーゼンだけ合格点に達してたんですよね。その当時の試験は、科目ごとに合否が判定されるタイプのものではなかったので、まあ、ただただ、試験不合格ですっていう結果を受け取って終了だったんですけれども、今から約6年前ぐらいの時点でレーゼンだけ合格点に達していたっていうことなので、戦略は間違ってなかったのかなというふうに未だに自信を持っているところです。実際に試験対策本を読んでいると、このレーゼンは制限時間が65分あるうち、どの順番に解こうが、どの問題にどのくらい時間を割こうが、個人の自由なんですよね。つまり、自分の得意なところはさっさと終わらせることができ、苦手なところにその分集中して時間を注ぐことができるということですね。問題文に目安時間というのが書いてあるんですよね。例えばここの、今画面に映しているタイルトライに関して言うならば、
vorgeschlagene Arbeitszeit 12 Minuten って書いてますよね。だいたいこの問題は12分間で解きましょうというふうに書かれてあるんですけども、さて実際はどうでしょう。得意な方不得意な方が分かれるところかと思いますが、全体的に文章量も多いですし問題数も多めなんですよね。なのでこれは一番最初に手をつけなくて良さそうな気がします。この本文のタイトルやざっと読んだ感じ、あ、これいけるなっていう風な自信があるものであればいいかもしれませんけど、僕は戦略的にはこの分量のものは後回しですね。でこのタイルフィア、これはご覧いただくと一つ一つ短いですよね。読みやすいんですよ。なのでこれをピャーッと見てみて、どの人が当てはまるかっていうようなものを答えていくものですね。選択肢が多いの以外は、まあ、答えやすい問題かなと思いますね。そしてこのタイルフンフ、これはご覧いただきますと、まあ、目安時間なんですけれども6分っていうふうに短い時間が設定されてますよね。問題数もたったの3問なんですよ。そしてこの問題そのものはある本の見出しが書かれてあるんですけど、その見出しがそれぞれどこにふさわしいかっていうものを選ぶものですね。選択肢が多いですけれど、まあゆっくり見てみたらわかる問題かなと思いますね。そして自分が飛ばしてしまったところに戻って、僕の中ではこのパッと見た感じタイル2がちょっとクセモノかなっていうような気がしていますね。というのが穴埋め式で文章の前後をある程度読み込まないと、この That's a から That's her まで入れ込むのって難しそうですよね。問題数が6つに対して選択肢が8、まあ、2個使わないのがあるってことですね。そしてタイル・アインス、このタイル・アインスは選択肢が少ないんですが一個一個の分量がそこそこあるというような感じですね。試験が用意始めってなってから全体の問題に目を通す時間っていうのはあります。いきなり用意スタートタイルアインスから始めなければいけないっていうことはありませんので、どれが得意そうかっていうのをさささっと見て、それから手をつけていくっていうのがいいかもしれませんね。本当にやり方それぞれだと思うんですけど、僕の場合だったらこの試験だったらタイルフィア、タイルフンフを先にやっつけますね。それからタイルドライかな、それからタイルアインス、タイルツバイって感じですね。まあ、前から順番にやってもいいんですけどね。この問題のタイルツバイ、ガイゼフィーバー、まあ、僕旅行大好きなんでタイトル的にはおーってなるんですが、ちょっとねパパパッと見た感じこれは時間かけて解きたいなっていう感じがしたので、これは感覚的なものなんですけどね、僕の中ではこの問題が後回しかなっていう気がしてます。先ほどまでは
グーテインシチュートの公式ウェブサイトの問題を使っていたんですけれども、ちょっと解説といいますか、僕からワンポイントアドバイスがありますので、別のテキストを使いまして紹介いたします。先ほど試験問題タイルドライというのがありましたよね。あれを僕がなんで比較的早めに解こうとしたかというと、解き方があるんですよね。まず先ほどは撮影していた画面の大きさの関係で全体像を写すことができなかったんですが、実際の試験はこんな感じです。テキスト本文部分があって問題があってっていうような感じなんですよね。で、必ず各科ごとに例題が示されています。問題、選択肢、答えっていうような感じですね。こうして見開きで見ていただくとすごく分かりやすいのが、例題はだいたいこの辺から来ています。そして問題がここでは6、7、8、9、10とあるんですけれども、問題の答えが書かれてある位置が、適当に示しますよ、大体っていう感じで見てほしいんですけども、こういう感じなんですよね。6、7、8、9、10みたいな。問題の番号と文章の流れが一致しています。もうこれほとんどと言ってもいいです。探し方はなんかキーワードがねあるんですよ、必ず。だから、あ、大体この辺みたいな感じで見比べていくと分かりやすいですね。で、最後の問題だけこのお話全体としてどういう話題でしたかっていうような問いがあることがあるんですけれども、大体オチは後半に書かれてあることが多いので、お話全体の流れとか、まあ、結局こうでしたよねっていうような結論ってこの部分に書かれてあることが多いので、まあ、正直最後の問題はこの辺りを見るっていうのも、まあ、ほぼほぼ間違いではないですね。選択肢は気をつけなければいけないのが、もう全く違う三択の場合と、似たような、なんかこれはニュアンスの違いだろうなみたいなものを見分けるタイプのものがあるんですけれども、これは違うなっていうふうに削られるものもあるので、割と長文読解みたいな感じで時間がかかりそうな気はするんですけれども、意外と簡単にスラスラ解けたりすることがあります。重要なのはこのテーマ、主題を見て自分にとって分かりやすそうなテーマなのか、ちょっとこれは後回しにした方がいいのかなっていうふうに判断した方がいいかもしれません。自分にとって、あ、このテーマもろたみたいな感じの話題だったら本当にすんなりいくかと思います。分量が一番多いところなのでちょっと敬遠しがちなんですけれども、形式としては非常に解きやすいのがタイルドライのところですね。ちょっと説明にと思って、この僕が約6年前に購入した問題集のテキストで紹介いたしました。ご覧いただいての通り、テストの形式やっぱりだいぶ変わってますね。なのでこの本は残念ながら試験対策本としては使えません。僕みたいにドイツ語を激しく忘れてしまってる場合はドイツ語を思い出すウォーミングアップには使えるかもしれませんけど試験対策っていうので何か解いてみたい方はGoethe Instituteの公式ウェブサイトに
練習問題が公開されてますので、ご自身で時間を計ってやってみたらいかがでしょうか。もしくは最新版の問題集、現行の試験に沿った形のものを用意されるようにしてください。レーゼンの試験は完全マークシートなので、まあまぐれで受かってしまう可能性もあるんですよね。運が良ければ引っかかるかもっていうような、そんな感じのところです。僕も正直6年前レーゼンだけ受かったのマフやったんちゃうかなって思ってしまう部分があるんですけれども、まあ、解き方としてはですよ、まず試験始まりましたってなった時に全体像を見る。でこの全体像を見るっていうのがもう本当に大事です。なぜなら後半の方が簡単な問題なんだから先にやっつけちゃった方がいいですよね。まあ、あの簡単っていうのはちょっと言い切ってしまってはいけないかもしれないんですけど、例えばそのテーマが自分にとって馴染みのないものだったりとかすると、この単語なんやろとか、もう日本語で考えてみても意味がわからへんみたいな、そういうテーマになった時っていうのは解きにくいかもしれないんですけど、基本的には分量的に少ないので後半からやっちゃった方が楽です。時間配分をミスるともう本当に焦ってしまいます。であと冒頭でも申し上げましたが、レーゼンってこのレーゼンだけ何かしらの理由で受けないっていう方以外は第一科目なんですよね。で、あーってなりやすいので、本当にテンションを上げていかなければいけないっていうことと、試験時間長いですけど配分は自分で決めれますから、これが非常に有利なポイントかなっていうところなんですよね。レーゼンはもう確実にこういったテクニックを駆使して頑張りましょう。あの単語が本当に分からへんっていう場合は、もうテキストのアドバイス欄みたいなところとか、もういろんな問題集とか僕も解いてみたことがあるんですけども、本当に口を揃えたように、あの書かれてあるもので筆を揃えたように気にするなって書いてるんですよね。なのでその単語がその答えに直結するもう決定だみたいな単語の時もあるので、まあ、何とも言えませんけど、パニックにならずに、あはいはいみたいな感じで読み飛ばすっていうテクニックも覚えた方がいいかもしれませんね。まあなんせ試験を受けようとされているのであれば、単語は多く触れておいた方が良さそうですね。ドイツ語のベーツファイの試験を受けるにあたり、ドイツ語で書かれた本愛読書一冊ぐらい持っておいた方がいいかもしれないですね。できたら自分が本当に興味がある分野の本で、辞書がなくてもほとんどなんとなく読めそうみたいな本が望ましいです。そうすると一言一句辞書で全部調べる必要もないし、流れが分かっている話とかだったら、あ、きっとこういうことが書いてあるんだって想像することができますよね。試験も同じ能力が試されるんですよね。結局この単語が分からへんから全部分からへんじゃなくって、まあ、前後こういうことが書かれてあるから多分話こんな感じなんだろうなっていうふうに想像していくっていう力、まあ、これが試験に大いに役立ちますので、一冊ぐらいは本屋さんに行って本買ってみるのもいいでしょうし、もし僕みたいにおドイツにはいないし、ドイツ語で書かれてある本を買うのが難しいような人は、もう今はもうインターネットでなんぼでも情報は手に入りますので、ドイツ語のテキストをひたすら読んでみる、ニュース記事とか、まあ、自分がなんとなく分かる分野の
記事とかを読んでみたりとか、まあ、そういうふうに工夫していくのが大事かもしれませんね。ところで、勉強前にエナジードリンクを一本開けるのが最近習慣になってきてるんですけども、夏バテ気味で本当に疲れやすくなってきたんですよね。千葉はね、もう本当すごい暑いんですよ。今日はちょっとマシなんですけどね。それで疲れやすいからどうしようと思っていろいろインターネットで漁ってみたところ、蜂蜜ニンニクっていうのが良さそうだということで早速作ってみたんですよね。1週間ぐらい置いておくと食べ頃のようなので、あと数日待てば食べれるような感じなんですけども、もう今の時点でね、結構な匂いがしてるんですよ。大変なんですけども、まあ、この年になって勉強するのも楽しいなと思うようになりましたし、いろんなことに挑戦してる時って気持ちが若く保てそうな気がしますね。とはいえ僕は暑さにはもう本当弱いので、まあ、こんな暑さに弱いやつがよくもまあこんな暖かい国に来てしまったなって、まあそんなところがあるんですけれども、健康に気を使いながら勉強もバリバリ頑張っていけたらなと思っております。それでは今回の放送はこの辺で終了いたします。ご視聴ありがとうございました。また次回以降の放送、まだ紹介していないフーフン主配弁についても紹介予定ですので、ご覧いただけますと嬉しいです。Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. ごきげんよう、さようなら。